ちょっとね、ウソハチってどうなんだろうと思って行ってきます。ウソハチを探してんだけどね。ウソハチ、ウソッキーか。ウソッキーはまあ図鑑完成してないからいいんだけど。バレてるよ全然。ギガトンプル使おうか。これなら入んじゃない。カチカチやな。もう殴ってるみたいじゃん。やだよこれ。え？どういうこと？なんで入んないの？入った。見渡してみて。あ、ウソッキーはまたあそこにいるな。あ、2体ともいるわ。もう戻ってる。復帰してるわ。それ以外になんか動くものはないよな。ここも神凪寺院跡なんだよな。で、図鑑を見ると、ウソッキーが神凪寺院跡なんだよな。うん。おいで。ってことは、グレンのこの雲海峠の方にウソハチがいるかもしれないな。それは全然あり得るな。こっちには出ないっていうパターン。それはあり得るよ。全然。うん、なんもねえもん。報告します。まあまあまあ、これはね、ちょっとした報告ですから。大事なのは、ウソッキーの図鑑が完成したかどうか。はい、しました。姿。ああ、角の長さが違うんですね。はい。はい。OK。ちょっと一回戻りましょうか。あ、待てよ。これやるか。やるという選択肢もあるぞ。一回やってみるか。一回やってみるか。全部で60個、1分50秒以内に、何個だった？ 30 個、40個。全然じゃん。21個。これはきついな。普通に誰か友達を呼ぶしかないかもしれない。いやでもこのこれやっちゃった方が絶対楽なんだよな。40個だっけ目標。それを忘れたのが結構痛くないか。絶望。これ多分、私これ一番最後にクリアするね、多分。こっちみんな。あ、そういえばロトム捕まえたからさ、部屋に帰ったらなんかあるかもよ。これ。お。入れてあげる。あー、1対1か。ってことはロトム1体じゃ足りないんだ。とりあえずウォッシュロトムにしよう。ハイドロポンプ覚えた。お？ってことはこれ変えれるのか。1体でいいのか。あ、一体でいいんだね。
ハイドロポンプ忘れてリーフストーンも覚えた。これ草タイプなんだ。これ、あ、次これだね。これはなんだろう、炎タイプかな。うん、なんだ、ヒートロトムかな。リーフストーンも忘れてオーバーヒートを覚えた。あとこれだね。飛行タイプとかになるのかな。オーバーヒートエアスラッシュ飛行タイプですね。あとでもなんかあるよな、まだ冷蔵庫があるよな。フロストロトム、すごい浅い知識ですけど。お、サブ任務が増えてる。こいつはいい。何番だろう。ピッピの月見会、製造隊のシュウペイさん、シュンペイでーす。ピンピの周辺について調べてほしいことがあるそうです。話を聞いて調査に当たってください。お、欠番だった67がここに入ると。これであと分かってないのが92と93。オッケー。ちょっと博士さ、ん？なんかやった？あ、そうか。あ、ってことはやっぱそうだよ。この感じだと冷蔵庫見つけたら全部で6個だよ。はい。そのラベンの言ってた海の伝説のやつ、完全に内容忘れちゃってさ、どうしたらいい？ん？あ、ニオさんだ。迷っても助けてくれるポケモンいないかしら。例えば島星さんのケイシンのように。ケイシンは迷わせてくるからな、気をつけた方がいいぞ。まあこの人か。ピッピの踊り、果たして。春編でーす。わしのふるさとでは満月の夜ピッピたちが踊っていたんじゃ。翡翠地方にもピッピがいると聞いてな。もしやこの地でも踊るのではないかと。フィアリの泉にピッピがおると聞いた。翡翠の地でもピッピは踊るのか調べてきておくれ。踊るのか調べる。めっちゃアバウトなこと言ってない？踊るのか調べる？踊るのかを調べるの？満月の夜、フェアリーの泉で。行けってことか、とりあえず。踊るのか調べるってだいぶだぞ。はい、またフェアリーの泉来ました。夜を待たなきゃダメだよね。なんかムービー入ったりする？やっぱそうだよね。夜待たなきゃダメだよね、こう。あ、調べる？そうだよね、そうだよね。ん？なんか飛んでるぞ。なんか飛んでるな。クライガーか？なんだあれ、コイルか。磁場コイルだ。あれフェザーボールでなんとかなんねえかな。さあ、飛んでるやつってゲットできんの？結局のところ。ちょっとまだ夜まで時間あるからさ、
結局さ、磁場コイルってさ、あの、まあ、ゲットはあれだけどさ、ちょっと上すぎて触れないね。空を切った。距離は飛んでんな。太陽がまだあんなに高い。やっぱこの辺すげえ近くで待ち構えたいですね。はい、来ました来ました来ましたよ。取れんのか、そもそも。ちょっと遅いか。あ、なんかジェットボールもったいねえな。そうなんだよな。ちょっと遠いね。これは遠い、遠すぎるね。ジェットボールとはいえ、ちょっと時間差を計算しないとダメだね。来た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 。来たよ来たよ来たよ。おっち、当たった。やった。めっちゃ嬉しい。やっぱ取れるんじゃん。いや、これちょっと革命だぞ、おい。おい。おい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 。おい、これ革命や。じゃあ、あのグレンのトゲキッスとかも？トゲチックか。あれも捕まえれるわけ。え、じゃあ黒曜のギャラどうすのか。みんなー。空飛んでるやつも。ジェットボールで捕まえられるぞー。アリーナー。アンユーでーす。こういうの冷めるよね。こういうの冷めるから絶対やめた方がいい。調べる。え、満月が出る頃？え、満月じゃねえの今日。曇ってるってこと？そんなんある？マジで言ってんの？すげえシビアな世界だな。満月出てる？あー、三日月だ。マジか。え、何日待たなきゃいけないの？じゃあ結構なんかきついこと言われてない？これだよな。マジか、満月、待たないといけないのか。ここでさ、こっちの方がいいか。ここで、夜まで休憩してもう一回来るみたいなのの方が、現実的だよね。夕方までとかにして、で、夕方になってっから、ピンはここだね。うん、この先だね。月の満ち欠けなんてわかるかな。さっきは結構新月に近い感じだったよね。よし。待機。え、この感じだと、あれだな、夜まででもいいな。夜になった。満月は？満月はどうだ？見えないな、見えないな。とりあえず、このホットスポットに行ってみようか。調べる。満月が出る頃にまた来よう。満月はどこだ？満月は？
火がどこから出ているか。月を探すことになるとはな。真上が見たいんだけどな。さっきはあの辺に三日月が出て、三日月というか細い月が出てたんだけど、満月はどこだ。天気はいいよね。満月じゃねえ、満月じゃねえぞ。はい、もう一回です。夜まで。これでもうここの時点で満月が出てるかを見よう。はい、どうですか、出てます？月が出てない時点でちょっと怪しいぞ。だって満月ならね、日没と同時に出るぐらいがベストですよね、普通。びっくりした。あー、でもちょっと月が満ちてきてる。この繰り返しですね。苦行だね。てか気にしてなかったわ、月の満ち欠け。なんなら毎日満月ぐらいに思ってたわ。天気悪っ。天気悪い時ってどうなのよ。お、風がやんだ。急にドンって出たね。でもなんか満ちてきてはいるね。さあどうだ。あ、結構満ちてきてるね。結構満ちてきてるね。こいつの襟足綺麗だな。きちんと手入れしてんだろうな。ベースキャンプに置いてあんのかな、バリカンとか鏡とか。そういえばあのラベンが帽子取った姿って見たことないよな。ハゲてんのかな。あ、やっぱ天気悪いと出ないね。で、満月じゃないね。はい、もう一回、やりましょう。あ！ああ！満月じゃないか、あれは。みんな踊れよ、踊れよ、踊り出せよ。調べる。来た！きつい！あ、踊ってる。お、左のやつちょっとテンポ遅いぞ。あ、小さいからまだ初心者なのかな。ピッ。おいおいおい。ピッピーが踊ったことを俊平に報告しよう。ん？なんか光ってる。なんでしょう。そんなピクシーちょっと容赦ねえな、ピクシー。なんでしょう。月の石を手に入れた。あー、ピッピを進化させるのって月の石なんだ。ってことはもう月の石いらないや。よしよし、じゃあ俊平に報告に行こう。俊平でーす。磁場コイルは熱いよね。空のポケモンも捕まえれるってことだもんね。
命中率低いけどじっくりやれば当たるね。リングマは技だね。地ならし、地ならしをやれば一応図鑑を完成すると。でもまあそんなことよりあれだよね、あの進化だよね、見たいのは。村に戻って俊平に報告します。俊平でーす。はい、見てきたよ。踊ってました。なんと翡翠の地でもピッピは踊っておったか。大層愛らしい光景だったじゃろう。わしも見に行かんとな。調査ご苦労じゃった。今後も活躍を期待しとるぞ。はい、さあいよいよやるサブ任務がなくなってきましたよ。チェリムがね、どこにいるのかがマジでわかんないんだけど。翡翠の化身、そうだね。ああ、これはきついね。まあ、一匹像は正直ちょっともう最後とか、そういう感じかなと思ってる。一応みんな持ってるからね。そいつらを残しておけば、まあ、でもレベル上げとかしなきゃいけないけど、まあ、それはそれでいいと思う。で、これも最後。で、これはもう頑張るだけ。これも頑張るだけ。チェリムがね、どこにいる？チェリム。結場になってる。ここが多分チェリムとその進化系なんだよな。黒曜で見られるんだよな。わからんなぁ。黒曜行ってみる、とりあえず。ごめんごめん、畑突っ切ってごめん。ワープできたわ。いや、チェリム、あ、大量発生。リングマフローゼル、あー、いらん。だから大発生でチェリムとか探すしかないよな。